テンションの前に6を説明させてください。6はメジャーコードの5度の代わりに6を弾きます。ちなみに、稀ですが5を省略せず弾く場合もあります。曖昧な印象ですね。実は、この C6 は展開すると Am になります。トニックやドミナントで使われることがあります。使いどころが難しいです。サウンドを曖昧にしたいときに使えばいいのかもしれません。他には、クリシェの中で使われることも多いです。マイナーコードでも6は使えます。展開すると Am5 になります。メジャーと同様にクリシェで使われることがあります。テンションというのは、4声のコードに、さらに音を加えて、コードを拡張するものです。トッピングに似ています。C メジャー7を使って説明します。この C メジャー上にできた D、F、A。これがテンションと呼ばれます。基本的には、この、9、11、13の3つのノートがテンションです。1つずつ加えてもいいですし、すべて加えても構いません。C9 と書かれている場合は、フラット7も同時に鳴らします。C メジャー9と書かれている場合は、メジャーセブンスを同時に鳴らします。セブンスを鳴らさず9を鳴らす場合は、C アド9と表記されます。ちなみに、サードを鳴らさない場合は C2、Csus2 と呼ばれることがあります。また、オルタードテンションはマイナス9、プラス9と表記します。9、11、13の中で問題なのが11です。11は通常使いません。まあ確かに響きが良くないかもしれません。Cメジャーセブンスでは11は使えないので、シャープ11を使いましょう。という説明を見ることがありますが、シャープ11はリディアンスケールの特徴音なので、リディアンを想起させます。リディアンを想起させたくない場合は使わない方が良いと私は思います。サブドミナントの F メジャーセブンスの場合のシャープ11はメジャースケール上のノートになるので、トニックの場合のように別のスケールが想定されることもないです。9、シャープ11、13が使えます。
マイナーセブンスコードの場合はキーに関係なく9、11、13が使えます。結論から言えば、ドミナントコード上では、すべてのノートが追加可能です。まずはCメジャースケール上のナチュラルテンション。ナチュラルテンションの使用例は後で説明します。次にオルタードテンション。フラット9、シャープ9。特にシャープ9はマイナーですよね。これらオルタードテンションを使って、いくつかの使用例をお見せします。とても複雑な響きですね。なぜこうなったかは私には分かりません。しかし、人々が刺激を求めた結果なのではないでしょうか。ギターの音を歪ませたり、ダブステップのワブルベースだったり、ジャズが発展していく過程で様々な工夫がされた結果がこれなのだと思います。詳しくは、スケール、モードの話をするときにもう一度説明することになると思います。もしテンションを加えて音が密集した場合、近くのコードノートを省略してもいいかもしれません。あえて密集させるクラッサーボイシングというものもあります。私は何度も5-1の進行が退屈だと言ってきました。それは1972年に G 分の F が発明されたからです。ドミナントセブンスの3と5を省略し、その上にナチュラルテンションの9、11を重ねてできたコードです。13も加えた G 分の F メジャーセブンス、どちらもいいですね。ザ・ステイプル・シンガーズが1972年にリリースした I'll Take You There で、この F、G が使われていない。世界中にそれは伝染しました。これは本当に素晴らしい発明だと言えます。もしかすると G 分の F はそれ以前からジャズでは使われていたかもしれませんが、ロックの台頭によりすでにジャズは世界中にそれを発信する力を失っていたのかもしれません。シャープ9というテンションコードもジャズでは使われていましたが、世界中に広めたのはジミー・ヘンドリックスです。とはいえ、これも使われ始めて50年経つので、すでに人々に飽きられているかもしれませんね。テンションを加えることで、音楽は複雑で豊かな響きを得ます。それは素晴らしいのですが、一方でシンプルさが失われる気もします。シンプルさも音楽には大事です。